今回は文字と式の情報の表し方について学習していきましょう。一つ目のルールは文字式では情報の記号を省くということです。2×x は 2x と表します。二つ目のルールは文字と数の積では数を文字の前に書くということです。 1> 1 x かける3分の1は3分の 1x と表します。3つ目のルールは、1やマイナス1と文字との積では、1を省くということです。1かける a は a、マイナス1かける a はマイナス a と表します。ただし、 0.1×a は 0.1a と表します。4つ目のルールは、文字はアルファベット順に書くということです。b×a は ab と表します。5つ目のルールは、数と式の積では、式を後に書くということです。かっこ a たす b カッ閉じるかける5は5カッ a たす b と表します。6つ目のルールは同じ文字の積では指数を使って書くということです。a かける a は a の2乗と表します。それでは練習をしてみましょう。 一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1番 4×x 答えは 4x です。2番 x×8 答えは 8x です。 3番、a かけるカッコマイナス1カッコ閉じる。答えはマイナス a です。4番、y かける x 答えは xy です。5番、カッコ a 引く b カッコ閉じるかける5分の3答えは5分の3カッコ a 引く b カッコ閉じるです。6番、 A×A×B。答えは A の2乗 B です。6問とも正解できましたか最後に今回の学習のおさらいです。文字式では情報の記号を省きます。文字と数の積では数を文字の前に書きます。 1>, 1やマイナス1と文字との席では1を省きます。文字はアルファベット順に書きます。数と式の席では式を後に書きます。同じ文字の席では指数を使って書きます。これで今回の学習を終わります。